周囲の状況を認識して、自ら自律的に判断して、行動する知的なソフトウェアロボット、エージェントの研究をしております。例えばネットワークにつながったさまざまなセンサーやロボットをエージェントが操り、建物に侵入した不審者を発見撃退してくれる、そんな安全安心に社会を支えるための賢い情報システムの実現を目指しています。私どもの研究は、インターネットに代表されるネットワークが作る、環境がありますけれども、そこで動くシステムとその応用に関する、研究をしています。最近は特に、自律的に自分自身で考えて動作する処理体、それを我々エージェントと呼びますけれども、そういうエージェントを使った楽しく安全に暮らせる社会を作っていきたいというふうに考えています。